これから心さんは下仁田から風駅伝に出ます。え、高崎駅？耳悪いね。下仁田から風駅伝。はいはい、高崎駅って聞こえた。はい、意気込みをどうぞ。意気込みって？なんか一言どうぞ。恥ずかしい。頑張りますじゃない。頑張ります。はい。ドキドキするんだけど。そう、あ、私も。頑張って。ウォーミングアップ。これで。で、もう取ってあげて。え？何？頑張って。かわいい。ついていきな。よーい、頑張れ頑張れ頑張っていってらっしゃい、頑張れ。頑張れ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 。うん、すごい。マオ頑張れ。これやってた。リア頑張れ。一緒に走るんで。無理だ。いや早い。競争してるね。ぶっかけ。マキくんいつも裸足です。カルピスもらったんです。甘すぎるんじゃん。そしたら急にお腹が痛くなってさ、あの走ってるとき。インタビューです。山田さん質問してください。疲れた。疲れた。いいよ。インタビューです。いや、私の方の音可愛いわ。私も可愛いわ。私の方。いや、私の方が。私、私、私。どっちも可愛いわ。疲れましたか。疲れた、りんちゃん。疲れました。もう、駅伝、ハッキュー。え、言っちゃった。言っちゃった。何やってんの？私もお腹すいた。変態だ。あ、汚くなる。やば。これ乗せて。リンちゃん乗せてくれる？いいよ、リンちゃんの変顔、リンちゃんの変顔。リンちゃんいいの持って。YouTube しなさいけど。駅伝終わった。駅伝終わった。リンちゃんめっちゃ出しに行った。めっちゃスマホ取り付いた。おじさん、ダンディパパだ、ダンディパパ先生、なんかね、心の担任の先生がダンディパパって、ダンディパパって、あだ名、あだ名つけてる。 YouTube 見て、YouTube 動画見て、動画、どうもダンディパパです。どうも動画見たよ。わー、さっきリン動画見たよ。なんか誰か一人でか笑ってたって聞いたんですけど、誰かな。かわいい、ハロー。え、これ真剣に、え、真剣にやるならあれ、もう動画撮ってる。はるかがあれ、あれちゃんとやっていいよ。え、よし、じゃあインタビューね。はい。何歳ですか？9歳です。何年？3年。何のスポーツをやっていますか？バスケ、うんこ、柔道、スイミング、サッカー、まあ、いっぱいやってるんだよ。痛い痛い、踏むなよ。じゃあ、オッケー。ハギ。呼んであげて。ハギ。
き？やば。逃げた。お菓子を食べるの？うん、食べる。ボリューム高い。私もうお腹すいた。これはね、私もうお腹すいた。美味しいですか？うまい。ポテト。美味しい。美味しいですか？美味しい。あ、落とした。あ、真似した。あ、あ、あ。落とした。食べる？食べてもいいよ。ダメだ。見て、リンちゃん落としたから取った。鳥が来るよ。せーの。お、アントだ。心チームも表彰されてます。チームで半分こずつ。え、チームそれ3つ入ってるってこと？3つ入ってるよね。へー。